ビトルト・ヤン・バシチコフスキはポーランドの政治家。2015年より2018年まで同国外務大臣を務めた。所属政党は法と正義。外相に就任したバシチコフスキ1957年、ポーランド中部のウッチ県、ピョートルク・フトルイブナルスキに誕生。1980年にウッチ大学を卒業し歴史の修士号を取得。 1991年に、米国オレゴン大学で、国際関係学の修士号を得る。1992年から翌年までスイスのジュネーブ、安全保障政策センターで学び、1993年に、ウッチ大学より博士号を取得。1992年に、ポーランド外務省に入省。1999年から2002年まで中イラン、特命全権大使を務める。 2005年から2008年まで外務次官2008年から2010年まで国家安全保障局次長を歴任。2011年10月9日の議会選挙で当選し、ポーランド共和国会員の議員となる。2015年10月25日の議会選挙でも再選した。2015年の選挙では、ピース等が単独で過半数の議席を獲得し、 与党の市民プラットフォームより政権を奪還することになった。2015年11月16日にピース副党首のベアタシドゥがポーランドの首相に就任し、シドゥ内閣のもとでバシチコフスキは外務大臣に就任した。2018年1月に内閣改造で外務大臣を退任。ありがとうございます。